よし、仕留めた。このイノシシを主への土産としよう。この間は大した獲物は得られなかったからな。ボタン鍋でもこしらえてやろう。気ぜわしい主にはたんと精をつけてもらって、どんと構えてくれるようになってもらいたいもんだ。久しぶりだな。誰かのために自分を使うことがこんなにも心地いいと思うなんてな。待ってろ主、私の秘策のボタン鍋で胃袋を打ち抜いてみせるぞ。なんてな、冗談だ。主、お邪魔するぞ。うん、今日は約束を守りに来たんだ。忘れてしまったかな。この前ご飯を振る舞うと約束しただろう。イノシシだ、ボタン鍋だぞ。ご名答、主を驚かせたくてな。さてさて、食べてくれるかな。では積もる話は腹ごしらえの後だ。さあ召し上がれ。お粗末様、いい食べっぷりだった。何、私はそんな顔をしていたのか。不覚だ、一生の不覚だ。褒めても何も出ないぞ。あいにく今は丸腰だからな。愛情か。面白いことを言うな、主は。いや、すまない。私に愛情などあると考えたらおかしくてな。とりあえず、これで約束を果たした。主の役に立てて満足だ。そうか。ではな。また地層してやる。